ハーラーヘリー、ハーラーヘリー。ポチ。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ハラヘリ中のわさびです。いきなり回収場面からスタートです。いやー、これかなりの便利アイテムですね。お腹が空いても、ボタン一つで回収できちゃうなんて神回収機です。一応、松明つけたり、階段つけたりで、完成させときました。なかなかいい感じに仕上がったと思います。全体は、こんな感じです。階段をつけたことで、かなり使いやすくなりました。わさび的にお気に入りです。そろそろ、パン回収も終わったと思うので、出来たてパンでも、作っていきたいと思います。パンは出来たてほやほやが、一番ですからね。作り置きしておいてもカビルンルンです。では、いただきー、パンうまー。お腹もだいぶ膨れたので、しっかり種植えまでやっておきたいと思います。あくまでサバイバルなので、食糧難にならないように、しっかり育てておきたいと思います。どやや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 。はい、植え付けも終わったので、ここからがやっと本題。今回はですね、初めてのピラミッド探索に行ってみたいと思います。すでにお気づきの方もいるかと思いますが、実はちょこちょこピラミッドが映っていたんですよね。あれと、あれです。って、説明している時に、初めて二つあることに気がつきました。ということで、今回はピラミッドを攻略していきたいと思います。ピラミッドに行くのは初めてですが、他の人の動画を見たことがあるので、全く知らないわけではないです。なので、サクッと攻略していきたいと思います。この時わさびは、あんなことが起こるなんて知る由もなかった。私にも、ピラミッドなんて簡単だろ JK。なんて考えている、時期がありましたとも。ピラミッドの中には確か罠があって、それに引っかからなければ簡単に攻略できると思うので、水入りバケツもしっかり準備しておきました。これで、ピラミッドも怖くないです。少しずつ、ピラミッドが見えてきましたね。待っとけやー、ピラミッド。今攻略してやるからのお、こんな感じの佇まいですか。そうですか、本当にありがとうございます。何が？そもそも入り口ってどこなんですかね。穴を掘って入る的な感じですかね。とりあえず、入り口探していきます。ホリホリ中。だんだん面倒になってきたので、そのまま突入していきたいと思います。お、こんな感じですか。初潜入はワクワクしますね。中は、どうなっているのかな？どこに罠があるのかな？安全に降りるために、階段掘りしていきます。ついでに、オレンジのブロックもゲット。いずれは、メサも発見しに行きたいですね。お、奥に続いている感じですか。ここは何かな？何もないですね。少し暗いので、松明で明るくしていきます。ピラミッドの中って、意外と何もないんですね。ただの空間というか、このクリーパーのデザインしたブロック、ちょっと欲しいです。少し、他の場所も見てみましょうか。最初入ってきたところと、同じ感じですね。では、いざメインに。お、あったあった。あの下に見える、石の感圧板を踏まなければ良いんですよね。ってことは、そこを避ければ大丈夫。ん？このまま水を流すと着地と同時に、感圧板を踏むことになるな。ってことは、少し後ろから降りるようにしたらいいかな。なんて考えてました。少し様子を。って、今わさび感圧板踏んだ。なんか、音がしたような。はい、皆さんお疲れ様です。すやー。おはようございます。何が、ピラミッド攻略だよ。いやー、まさかあんな凡ミスを犯すとは。爆発までに間があったので、セーフかな。なんて、考えていたわさびが甘かったです。
急いで、アイテムを回収しに行きましょう。今のワサビには、バケツだって大切なアイテムなんじゃ。ということで、爆死したピラミッドに向かいます。ある程度、アイテムも準備したから、今度は大丈夫。ピラミッド待っとれよー。あ、ウィッチさん。そこどいてください。お願いします、お願いします、お願いします。では、いざアイテム回収へ。キリ、じゃねえよ。さあ、アイテムはちゃんと残っているかな。今度はもう少し安全に、階段掘りで降りたいと思います。落下ダメージで死にたくないですからね。アイテムが残っていることを祈ります。で、結局落ちちゃいました。アイテムは、見た感じ全く残ってないですね。あの、宝箱の中には何が入っていたのかな？わさびのアイテムは、どこへ？かなりもったいないことをしましたね。とはいえ、落ち込んでいても無駄なので、あともう一つのピラミッド攻略に行ってみましょう。今度は同じ失敗をしなければいいだけですからね。ピラミッドの中って、意外と深いんですね。ということで、次のピラミッドに向かいましょう。今度は、どこから潜入しようかな。今回は入り口があるので、ここから入ってみようかな。次は同じ過ちを犯さないように、安全に攻略していきたいと思います。安全といえば、階段掘り。掘り掘り中。あの感圧板が危ないので、先に壊します。これで、攻略完了かな。トラップチェストとかじゃないよね。せーの。馬の鎧に、エメラルド、骨、いいものがゲットできましたね。チェストもしっかり回収していきます。では、次、せーの。エンチャントボンキター、技能1ゲットです。では、次、せーの。サドル、来たー。これで、馬に乗ることができますね。馬小屋なんて作っちゃう。チェスト回収も忘れずにね。では、ラスト、せーの。エンチャントボン、2冊来たー。しかもちゃっかり金をゲットです。最後に、チェストを回収してと。あとは、下に仕込んである物も回収していきたいと思います。触るだけで爆発なんてことないよね。はい、ということで、今回はここで終わりにしたいと思います。攻略と言いながら、バッチリ死んじゃいましたが、一つは攻略できてよかったです。一個目のピラミッドでは、爆発まで時間があったので、大丈夫かと思ったんですけどね。まだ、ピラミッドを探検したことない方は、攻略しに行ってみてくださいね。わさびみたいに死なないように、注意してね。ということで、今回も、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。また、いつもコメント&高評価くださる方、ありがとうございます。アドバイスや要望などがありましたら、気軽に書き込んでいってくださいね。では、またねー。